何ということもない普通の人生を歩むはずだった男は、通り魔に刺されて死亡し、異世界に転生してスライムになっていた。死んだ時にあれこれ考えたことがあった。転生する時にそのことが影響したらしい。背中を刺された時痛く、刺された箇所が熱く徐々に寒くなっていった。そんなことはもう経験したくないと思った結果、さまざまな体勢を手に入れた。ナイフで刺された傷から血が大量に流れてた時、人は血液が足りないと死ぬんだと焦った。そのせいか血液が不要でぷよぷよで流線形のスライムボディになった。そして俺が童貞だったゆえの思い、生まれ変われたら食いまくると思ったことで、ユニークスキル捕食者を獲得した。捕食者は捕食することで対象を胃袋に収納、さらにそれらを解析し合成複製創造などできるスキルである。同時にユニークスキル大賢者も獲得した。なぜ手に入ったか、30歳でなれる魔法使いを超えたからとでも言っておこう。転生したばかりで何もわからなかった時、大賢者のスキルのおかげで大いに助かった。聞けば俺の疑問に何でも答えてくれる、本当に大賢者様様だ。重要なことなので2回言わせてもらうが、本当に助かった。俺が転生した場所は洞窟の中、ここで出会ったのがベルドラという竜だった。誰かが話しかけてきたぞ。おい、返事をするがよい。自分声も出せず目も見えない状態でして、あなたは？我が名は、いや、姿が見えんことには始まらんだ。よし、見えるように手助けしてやろう。ただし我の姿を見ても怯えるなよ。俺は何者かのアドバイスに従い魔力感知を獲得した。そして大賢者に同期させ魔力感知を使ってみた。おお、見える、見える。どうだろう。あ、はい、できました。ありがとうございました。では改めて自己紹介しよう。我が名は暴風竜ベルドラ。暴風竜。おい、約束は覚えているな。もちろんっすよ。ルビューテなどいません。巨大で強大な姿に最初はビビったが、なぜか気が合い友達になった。ベルドラは名を持たない俺にミムルと名付けてくれた。さらに俺がテンペストというベルドラと俺共通のファミリーネームを決めたことで、俺たちが同格だと魂に刻まれたらしい。改めて俺の名前はリムル・テンペスト、転生したスライムだ。ベルドラはその力を封印されていたようで、共に協力して解除することになった。俺が大賢者と捕食者で解析を行い、内部からはベルドラが破壊を試みるというわけだ。じゃあ今から捕食者でお前を食うけど。頼んだぞ友よ。
さっさと無限牢獄から脱出してこいよ、ヴィルドラ。任せておけ。そんなに待たせず相まみえようぞ、リムル。あっけなかった。このヴィルドラを捕食し取り込んだことが世界を大きく変えたと、この時俺は知る由もなかった。ヴィルドラを捕食した俺は孤独を紛らわすために洞窟内に生えていた雑草を食べまくっていた。その草は雑草などではなく、ヒポクテ草という傷薬の原料だった。マソと融合させると回復薬になる。それを知った俺はいざという時に備え、胃袋の中で回復薬を作って蓄えることにしていた。そして俺はいろんな魔物を捕食していった。解析してスキルを獲得するためだ。スキルを獲得するほどできることがどんどん増えた。スキルすごい！万能である。そして洞窟内の魔物から様々なスキルを得てから、俺は洞窟を出ることにしたのだった。洞窟を出てからどんなことがあったか振り返ってみよう。ゴブリンたちに助けを求められ、ガロー族のボスを倒し、下ったガロー族とゴブリンを俺が率いることになった。仲間になったんで、呼びやすいようにゴブリンやガロー族に名をつけたところ、進化した。進化、種族が変わり見た目も結構変わって驚いたが、魔物はネームドになると格が上がるらしい。この世界での名付けとは、名付ける側のエネルギーを与えて強く進化させることだ。相手が強いほどエネルギーの消費も多くなる。以下俺の主な配下を紹介する。まずは村長だったリブルド、今は俺の右腕的な総まとめ役だ。元はヨボヨボな老人だったが、名付けでホブゴブリンに進化し、マッチョな壮年に変化した。次にホブゴブリンたちのリーダー、リグル。村の周辺の警備や食料調達を担当している。ちなみにリグルはリグルドの息子である。次はゴブタ。ゴブタはバカですぐ調子に乗るけど、やるときはやる男だ。いち早くテンペストウルフの召喚を習得し、いつの間にか影移動を使いこなしていたり、意外と天才肌なのかもしれない。最後に狼型の魔物ランガ。ランガは俺が倒したガロー族のボスの息子、名付けでテンペストウルフに進化した。普段は俺の影に潜んで護衛してくれている昼寝の友でもある。他にも配下はいるが大勢なので、一旦ここでおしまいにしよう。2つの種族が同居し王女隊になったので、村を発展させようとしたが、俺にもホブゴブリンたちにもその技術がなかった。村を発展させるための技術者を求めていったドワルゴンで、ドワーフの職人たち、カイジン、ガルム、ドルド、ミルドの4人が仲間になった。ゴブリンの集落から広い新天地へと引っ越し、カイジンたち主導のもと本格的な村づくりが始まった。そして爆炎の支配者と呼ばれるイフリートを宿す英雄シズさんことシズエイザワと出会った。俺と同じ日本から来た女性である。シズさんの命は炎の上位精霊であるイフリートと同化することで保たれていたが、炎が少しずつシズさんを蝕み、イフリートを抑え込めなくなっていたのだ。最終的に彼女の願いから俺はシズさんを捕食した。それはシズさんの思い、記憶も俺の中に取り込んだということである。捕食して対象の情報を得ると、その姿に擬態できるようになる。俺はシズさんの容姿、人の姿を手に入れた。図らずも俺は人間の姿を得て、生物としての感覚、味覚を取り戻すことができた。こうして
この世界で出会った仲間たちを守る以外に、シズさんとの約束を叶えることも俺の目的になった。みんなが笑って暮らせる豊かな国を作ることが今の俺の目標だ。リムル様のそのお姿にようやく皆も慣れてきたようですな。そういや姿が変わっても俺だってすぐ分かってたよな。当然ですとも。リムル様には気品が漂っておりますので間違うはずもございません。怪人とかドワーフ以外はみんなそうだったから名付けに関係しているのかもな。リムル様、これからお出かけですか？ああ、西の森に行ってくる。この体に早く慣れておきたいしな。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。リムルの旦那。リムル様。能力の上昇率を開示します。解放されました。
接敵を確認しました。接敵を確認しました。アイシクルスピア。接敵を確認しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。この調子でガンガン行くぞ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。標的を発見しました。目標を達成しました。よし、目標達成。お、ゴブタとランガ。我が主、おはようございます。リムル様、なんだかご機嫌っすね。どうかしたんすか。人間の体の擬態、スライムじゃないこの体にだいぶ慣れてきたんだよな。なんで子供の体なんすか。
大人にもなれるけど、この姿が楽なんだよ。そうだ、戦闘での連携を練習したいんだけど、二人とも手伝ってくれるか。は、了解っす。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。リバル様、新しいスキル試してみるか。強くなったっす。リムル様、能力の上昇率を開示します。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。悪い、任せろ。おや、と、何する気か。やるっすよ。許さないっすよ。やるっすよ。触れ触れ、ちょっと休憩するっす。おや、まだまだ片付けない。おりゃよ、触れ触れと、触れ触れよ、触れ触れと、触れ触れと。おや、センスあるっすかね。よし、完璧だな。ちょっと休憩するっす。
かたじけない。コク、接敵を確認しました。アイシクルスピア、さすがに効いていいぞ。まだまだだ。そりゃあ、そこ悪い。まだまだぞ。クラガイ。オイラの勝ちっすね。これは持って帰るとしよう。まとめて消してやろう。クラガイ、相手が悪かったな。帰るとしよう。コク、接敵を確認しました。まだまだ貴様など我で十分。クラガイ、クラガイ覚悟。貴様まだまだ。九大戦といったところか。オイラの勝ちっすね。標的を発見しました。まだまだだ。小さかしい。まだまだ。覚悟。まとめて消してやろう。クラガイ。かたじけない。おや。あと。や。行くっすよ。こっちっす。よっ。目標を達成しました。よし、目標達成。あ、リムル様、ゴブタ、ランガ殿とお出かけでしたか。二人と連携の練習してたんだ。リグルは警備と食料調達帰りか。ご苦労さん。もう少しこの体を試しておきたいんだけど、リグルはこの後時間ある？今から西の森の様子を見に行こうと思ってましたが。じゃあ西の森の警備も兼ねて一緒に行くか。わかりました、お供いたします。リムル様のサポート頑張ります。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。
能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。ホブゴブリンの力を見たか。油断した。
ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。悪い、任せるぞ。おりゃやっ、まだまだ行こう。何するっすか。やるっすよ。やっやっ、おりゃまだまだ行こう。よっ、おりゃセンスあるっすかね。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、新しいスキル試してみるか。新しいスキル試してみるか。よし、だいぶ違和感なく動けるようになってきた。リグル、ありがとな。いえ、リムル様、いつでもお誘いください。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。コク、なんだかすごく歓迎されちゃったな。暑いと昼寝もできないな。何かお悩みですか、リム様。実は快適に昼寝をしたいんだが、こう暑いとな。なるほど。ではこのリグルドが後ろで仰ぎましょう。いや、お前がしんどいだろ。いいよいいよ。私のことをそれほど思ってくださるとは、なんと身に余る光栄。おい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 。一人でのんびり涼みたいだけなんだけどな。けどうちわは明暗だな。直ちにお持ちします。いや、せっかくなら扇風機を作ろう。扇風、何ですか。扇風機だ。扇風機ってのはな。というものだ。なんと自動で風が。ああ、そいつを作る。となると羽になりそうな素材や風の効果を高める素材が欲しいな。
リグルド、何か心当たりはないか？今の要望ですと、西の森で採れる異世界の鳥の羽はどうですか？おお、よく知ってるな。このリグルド、リムル様のためならどんなことでもお調べいたしますぞ。また熱くなった気がするな。よし、そいつを集めに行くか。西の森で採れる異世界の鳥の羽だったな。コク、接敵を確認しました。アイシクルスピア、接敵を確認しました。アイシクルスピア、さすがに油断した。強敵を発見しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。まだまだだ。もう一つ。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。よし、十分そうな数を揃えたぞ。大賢者、この材料で風を生み出す道具は作れるか？はい、これらの素材に刻印魔法を施せば生成可能です。おお、じゃあ早速扇風機を作ってみるか。おお、からどう見ても扇風機じゃないか。これを見たらリグルドのやつ驚くぞ。
各新たな目標が発気合い入れていくか。リムル様、リグルド、とうとうできたぞ、扇風機が。おお、さすがはリムル様。お前が教えてくれた材料の成果を見るとするか。では行くぞ、ポチッとな。うわー、か風の威力が。おお、これは素晴らしいですな。どこがだよ、こんなの家の中で使えないじゃん。威力が強すぎる、完全な失敗作だな。すまん、リグルド、これはいらないから処分しておいてくれるか。俺は普通の扇風機を作ってくる。かしこまりました。うん、それにしてもこの扇風機、少し改良すれば武器に使えそうな。こうして何の役にも立たない扇風機、もとい暴風機だったが、後の改良により立派にリグルドの愛用武器になるのだった。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リグルド、扇風機は処分しなかったのか。あんな暴風が出るようじゃ使い道ないじゃん。何をおっしゃいます、このリグルド、リムル様がお作りになったものを処分などできません。この扇風機、リムル様のために有効活用してみせます。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。コク、リムル様。コク、リムル様、村の現状を報告します。報告は以上であります。あ、問題ない、ご苦労さん。ああ、それと今日もお食事は必要ないのでありますか。ああ、どうせスライムの体じゃ味がしな。そうだよ、なんで忘れてたんだ。俺は食事ができるようになったんだ。スライムの体は思ったより便利で、食事、排泄、睡眠が不要だったが、当然味覚もなかったのだ。スライムの身にすっかり慣れてしまってた。リグルド！は？今日から俺も一緒に飯を食べることにする。では今夜は宴会ですな。うむ、頼んだぞ。はっ。人に擬態できるようになったんだから、美味しいご飯食べまくってやる。メニューは何だろう、肉かな、肉だろうな。肉といえば、リグルやゴブタが狩猟に行く準備をしております。南の出入り口に集まっているのではと。そうか、一声かけてくる。ウジカを取ってきてもらおう。お、いたいた、食料調達に行くんだってな。リムル様、我々はこれから森へ向かうところです。今夜は宴会の予定だ。美味しそうな獲物を頼むよ、ウジカとか。
今日はリムル様も食べるっすか？おや、なんせこの体には味覚があるからな。おお、いっぱい食べたらおっぱいも育つっすかね。すいません、ゴブタにはきっちりと教育しておきますので。特上のウジカをご用意いたしましょう。おお、頼むな。私も一緒に参ります。宴会の準備は指示を出してきましたので、この手でリムル様のご馳走を手に入れて参ります。最近は森の奥から移動してくる魔獣が多いので、獲物は豊富なんです。何かあったのか？いえ、魔獣は環境の変化などで移動したりしますからね。大したことはないと思うのですが、警備体制は強化しております。それなら…ランガ！お呼びですか、我が主。リグルたちと森に同行してくれ。何もないと思うけど、もしもの時は頼む。心得ました、お任せください。遠慮はいらぬ、我を連れて行け、リグル殿。感謝する、ランガ殿。さて、リグルたちがウジカを取ってくるまでに、シズさんから受け継いだユニークスキル変質者、その効果を試したい。ベルドラが封印されていた洞窟に行ってみるか。変質者は字面から受ける印象はともかく、彼女の思いが込められた大事な能力だ。その能力とは統合と分離。さまざまなスキルを統合し、新しいスキルへと進化させ、つまりは新しい能力がポンポンと獲得できた。その一つがこれ。えげつない、怖っ。何これ、怖っ。コクエクストラスキル黒煙です。知ってるよ。これは使いどころを考えないとな。黒煙はいざという時に取っておくか。いざっていつかわからないけど、イフリートの捕食で炎関連のスキルは習得できてるようだし、黒煙以外の現実的に使えそうな技も試しておくか。フレアサークル、火力も使いやすさも申し分なさそうだ。大賢者、あたりに魔物はいないか？コク、大量の魔物を洞窟内に検知しました。大量の魔物、これは相手には困らなさそうだ。さあ、行くか。コク、コク、強敵を発見しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。アイシクルスピア。アイシクルスピア。油断したりゃ。アイシクルスピア。さあ、さあ、よっ、さあ、
思ったより魔物多かったな。しかし本当にシズさんには感謝しないと。この体、ユニークスキル、全部シズさんの形見なんだよな。シズさんからはいろんなものをもらったが、形ある形見はこの仮面だけだ。これはシズさんが勇者にもらった仮面で、マジックアイテムだ。この仮面、魔力を抑える力があるんだよな。どれ、どうだ。はい、この状態ならば人間と認識されるでしょう。よし、対外向けにはこの格好で出向くことにしよう。似合うかな。はい、淡白だな。リムル様、個体名ランバからの思念伝達、静音から救助要請と推測。ランガ、主よ、申し訳ありません。我がいながらこのような。リムル様、申し訳ありません。いや、いい。とりあえず状況を説明してくれ。森で出くわして突然襲われたっす。強力なオーラを警戒していましたが、まさかオーガとは思わず。オーガ、俺のイメージと随分違うな。なんか鎧までつけてるし。っていうかどう見ても日本刀だよな。あれ、6人のオーガか。おいお前ら、事情は知らんが、うちの奴らが失礼したな。話し合いに応じる気はあるか。実力差は明白なのに、ゴブタもリグルも致命傷ではなかったし、警備隊のほとんどは無傷で無力化されてる。なんか訳ありか。ま、ここはこちらが大人の対応を。正体を表せ、邪悪な魔人め。おいおい、ちょっと待て。俺が何だって。魔物を刺激するなら普通の人間にできる芸当ではあるまい。はあ、見た目を偽りオーラを抑えているようだが甘いわ。ガー、俺の正体なんてただの愛くるしいスライムなのに。なあ、あのな。貴様の言葉など聞く耳を持たん。すべてその仮面が物語っている。仮面、待ってくれ、何か勘違いしてないか。これはある人の形見で。同胞の無念、その億分の一でも貴様の首であがらってもらおう。邪悪なる豚どもの仲間め。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。それよ、行くぞ。アイシクルスピア、キラー。その手を
いざ。なんだと。さすがに組む。負けられんな。やってくれ。これ以上遅れは取らん。俺には聞かないんだ。だが確かに俺はお前たちを甘く見ていたようだ。少し本気を見せてやろう。なんというオーラ。よく見ておけ。若、姫を連れてお逃げください。ここはわしが。黙れし。すさまじいな。悲しいが我らでは貴様に遠く及ばぬようだ。だが俺も力ある種族、オーガの次期統領として育てられた誇りがある。無念に散った同胞の恨みを晴らさずして何が統領か。叶わぬまでも一矢報いてくれるわ。若、それではわしもお供いたしましょうぞ。そうきたか。まずいな、完全に裏目に出てしまった。
ちなみにこの仮面はある人の形見だ。なんならお前の里を襲ったやつのと同じか確認してもらって構わない。はあ、似ている気はするが。これにはコウモの力が備わっているようです。しかしあの時の魔人はオーラを隠してはおらなんだな。ではっ申し訳ない。どうやら追い詰められて勘違いしてしまったようだ。どうか謝罪を受け入れてほしい。うむ、苦しゅうない。やれやれ、一時はどうなることかと思った。まあここで話すのもなんだし、ひとまず村に戻ろうか。お前たちも来いよ。いいのか。いろいろ事情も聞きたいしな。そちらの仲間を傷つけてしまったな。そりゃあお互い様だしな。死人は出なかったんだし、よしとしよう。すまんかったの。それに今日、うちは宴会なんだ。人数が多い方が楽しいだろ。こうして、理由も分からずに始まった争いは終わった。オーガの姫、彼女らに名前はない。彼女が昏睡の魔法を解除し、ホブゴブリンやテンペストウルフたちは目覚めた。オーガたちの怪我は俺のポーションで治し、俺たちの村へと帰ったのだった。コク、重要な目標を達成しました。よし、目標達成。コク、建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。ようこそ俺たちの村へ。ゆっくりしていってくれ。これは活気のある村だ。はい、いい村ですね、お兄様。さあさあ、あとは我らに任せて、リムル様はくつろいでお待ちください。うん、任せた。おいしい食事楽しみだ。肉だな。ませんでしたか。うまい。おお。幸せだ。なんせスライムの姿じゃ味覚なかったからな。この世界に来てから初めて味わう食べ物の味。生きてるって素晴らしい。おお、
オークがオーガに仕掛けてきただって？そんなバカな。事実だ。ありえるのか、そんなこと。わかりません。そんなにおかしいことなんですか？当然だ。オーガとオークじゃ強さの桁が違う。格下のオークが仕掛けること自体ありえん。だが、奴らは来た。いきなり俺たちの里を襲撃してきた。武装し、鎧を身につけ、森を埋め尽くすほどの圧倒的な戦力。あの忌まわしい豚どもに里は蹂躙し尽くされたのだ。オークが鎧を？ああ、人間の着用するようなフルプレートメールだ。だとすると、オークだけで動いているとは思えませんな。オークがそんな高価なものを用意できるわけがない。その通りだ。軍勢の中に仮面をつけた者がいた。仮面の魔人？あれは超異魔人だ、間違いない。そいつとリムル様を間違え戦いを挑んだというわけですな。はあ。つまりどういうことですか？オークが誰か魔王の勢力のいずれかに組みしたということではないか？なるほどっす。魔王か。しかし魔王がなぜ？わからぬ。はっきりしているのは、300人いた同胞はもうたった6人しかいないということだけだ。肉はもういいのか、リムル殿。ちょっと食休み。で、お前らこれからどうすんの？どうとは？今後の方針だよ。再起を図るにせよ、他の地に移り住むにせよ、仲間の命運はお前の采配にかかってるんだろ？知れたこと。力を蓄え再度挑むまで。当てはあるのか？こりゃノープランだな。提案なんだけどさ、お前たち全員俺の部下になる気はあるか？あ、部下？ま、俺が支払うのは衣食住の保証のみだけどな。拠点はあった方がいいだろ。しかし、それではこの町を俺たちの復讐に巻き込むことに。まあ別にお前たちのためだけってわけじゃない。数千の、しかも武装したオークが攻めてきたんだろう。しかも誰か魔王が糸を引いているのかもしれない。オークどもはこのジュラの大森林の支配を狙っているやもしれませんな。この町だって決して安全とは言えないだろうな。そんなわけで戦力は多い方がこちらとしても都合がいい。逆にお前たちに何かあった時には俺も一緒に戦う。俺は仲間を見捨てない。なるほど。少し考えさせてくれ。おう、じっくり考えてくれ。さてと、俺はもう少し肉をもらってこようかな。悪い話ではない。だが、決めるのはお前だ。我らはお前と姫様に従う。俺にもっと力があれば。決めたのか？オーガの一族は戦闘種族だ。人に仕え戦場をかけることに抵抗はない。主が強者ならなおのこと喜んで使えよう。ああ、契約はオークの視界を打ち滅ぼすまででいいか？その後は自由にしてもらって構わない。俺たちに協力して国を作るもよし、旅立つのもよしだ。昨夜の申し出、
受けたまわりました。あなた様の配下に加わらせていただきます。うむ、こいつの気持ちにもっと配慮すべきだったな。本当なら今すぐ差し違えてでも敵を討ちたいだろうに、これは自分自身の不甲斐なさを飲んだ一族の頭としての決断だ。顔を上げろ。お前たちを受け入れる。皆をここへ呼べ。は。俺にできるのはその決断を悔いなきものにしてやるだけだ。俺の配下となった証に名をやろう。俺たち全員に名前ないと不便だろ。しかし、お待ちください。名付けたは本来大変な危険を伴うもの、それこそ好意の。いいからいいから、大丈夫だって。ですが、危険ってあれだろ、魔素を使いすぎて眠くなるやつ。今回は6人だけだから大丈夫だろ。それとも俺に名前を付けられるのは嫌か。そういうことでは。異論などない。お兄様、ありがたく頂戴する。若がそういうのであれば。じゃあ始めよう。シオン、そろそろ交代の時間です。いいえ姫様、リムル様のお世話は私がします。どうぞお休みなさってください。お、シオンたらもう。あ、リムル様、おはようございます。今兄たちを呼んでまいります。お目覚めになられたか、リムル様。オーガの若さまだよな。は、今は進化して鬼人となり、頂戴した名のベニマルを名乗っています。鬼人？オーガじゃなくて？コク、鬼人とはオーガの中から稀に生まれる種族のことです。思い出した、名付けした途端スリープモードになったんだ。ふぅ、体は一回り小さくなったか。しかしうちに秘めた魔素量がびっくりするくらい増えてるんだけど、これはあれか、ディグルドショックの再来か。リムル様、シュナです。お目覚めになられて本当によかった。オーガのお姫様か。もともと可愛かったけどさらに美少女になったな。シオンです。リムル様につけていただいた名前、とても気に入っています。このおっぱい美人がシオン、野生味が薄れて知的な雰囲気になったな。ベニマルの後ろに控えてるのは戦闘で圧倒的な強さだったじいさん、白狼だな。ほほ、いじめてくださいますな。一撃で倒せず焦ったのはこちらでしたぞ。ずいぶん若くなったみたいだ。それも鬼人への進化の影響か。お前は確か宗英の名を賜りました。ご回復お喜び申し上げます、リムル様。おう、あと一人はどうした。なあ、やつはカイジン殿の工房に入り浸ってて。リムル様が目覚めただべか。お、来たようですな。リムル様、元気になってよかっただよ。おお、わかっかな、オラはクロベーだ。わかるっつーの。イケメン、美少女、美女、ロマンスグレー、イケメンときて最後に普通のおっさん、すごくホッとする。仲良くしような、クロベ。んだ、ふへー、綺麗なもんだな。うんうん、これが絹糸で織った反物ってやつかい、シュナちゃん。はい、
のヘルモスの繭には魔素がたっぷり含まれていまして、とても丈夫なのですよ。なるほど、防御力も期待できるってことかい。もう木の織物なんてできたのか。あ、リムル様、どんな具合だ。カイジン様が作ってくださった織機はとても使いやすいです。そうか、よかった。みんなの衣類の製作頼んだぞ。はい、お任せください。仲間になったんだから、みんなの力を改めて確かめておきたい。はっ、承知いたしました。リムル様、オラ戦いは苦手だのも、武器を作るのは得意だ。それなら、クロベイはカイジンと協力して技術的な支援を頼むよ。んな、任せてくんろ。新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。コク、リムル様、能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。出るぞ。コク、探索を始めるぞ。
撃を仕掛ける。警備隊全員突撃ゴブリンズウォあとは任せた。コク、接敵を確認しました。よっ、そりゃコク、接敵を確認しました。それ、よっ、余裕、アイシクルスピア、そりゃ、アクロス、よっ、タッ、この調子だ、それ、ボリアス、うりゃ、タッ、それ、行くぞ、タッ、行くぞ、タッ、それ、タッ、ボリアス、うりゃ、それ、よっ、よっ。結構調子いいな。我らが力、思い知ったか。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。よっ、ふん、よっ、行くぞ。よっ、ふん。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。コク、接敵を確認しました。アイシクルスピア、そりゃあうわぁ、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 うふむふむ、結構調子いいな。オイラの勝ちっすね。コク、強敵を発見しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。クソー、やるっすね。油断した。よっ、ここはお任せを。とくと見よ、リムル様の英知。いい汗をかきましたな。知ったか。コク、目標を達成しました。
よし、目標達成。大体全員の力量は分かった。これからは仲間として共に戦ってくれたら嬉しい。我ら一族、リムル様の命に従う所存です。正直こいつら全員ちょっと強くなりすぎてないか。まあでも頼りになる仲間ができたのは確かだ。鬼人たちも増えて手狭になってきた。ここらで一気に村を大きくするかな。カイジンに相談してみるか。カイジン、村を大きくしたいんだけどどうかな。住民も増えてきたしいいんじゃねえか。で、広さは今の倍くらいか。そうだな、ドドンと倍くらい広くしたい。となるとかなりの量の素材が必要だな。すぐ集めてくる。待っててくれ。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様、能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。確認しました。アイシクルスピア、そりゃくっそー、この調子だ。そろっ、そろ、いくぞ。じゃあそろ、よそろ、じゃあうりゃ、よよそろ、くっくっ、じゃあくっ、そろ、よじゃあいくぞ。じゃあそろ、よふむふむ、結構調子いいな。我らが力、思い知ったか。
敵を発見しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。よっ、全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。ホブゴブリンの力を見たか。クレアサークル。力、思い知ったか。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リマル様。リムル様。カイジ、素材を集めてきたぞ。おお、こんなに。これだけあれば十分だぜ、リムルの旦那。村の拡張、大工事だな。腕が鳴るぜ。ちょっとばかし待っててくれ。怪人頼んだぞ。